お金的な還元ができればなっていうので、この二つの見てくれてるすごいコアなファンの人がいたんで、それに配れないかなっていうのをずっと思ったんですよ。はい。ってことで、三森一樹です。で、本日も動画撮っていくんですが、まさかの家で撮っております。なぜかというと、雨で散歩ができんっていう状況なんで、ちょっと家で撮るしかねえなって思って家で撮ってます。今回はそのタイトルにもある通り、フィナンシェについてちょっと話していければと思います。フィナンシェね、福岡行った時に、皆さんにね、なんか何してんのっていうのをすごく言われたので、そのね、何してんのっていうのが、改善できればなっていうふうに思っております。はい。ということで、フィナンシェ。まず、フィナンシェ何なのかっていうちょっと説明なんですけど、これね、マジでちょっとね、難しい、と思ってます。で、このフィナンシェって、まあ、クラウドファンディングの、まあ、トークンを発行するバージョンって言って、トークンって何なの？みたいな。まあ、ここでもつまずく人大事。まあ、もうほとんどの人がつまずきますね。トークンっていうのは、まあ、いわば、まあ、価値。仮想上の価値みたいなものですね。なので、まあ、デジタル上のお金。まあ、PayPay とか数字でお金書いてあるんですけど、デジタル上のお金だと思ってください。まあ、お金って言っちゃうんですけど、まあ、価値ですね。普通、クラウドファンディングをすると、私に対して、お金をもらえて、で、その返礼品としてタオルとかをこう返してあげたり、何かグッズを渡したりするっていうのがクラウドファンディングの一般的なものです。ただ、フィナンシェっていうのは、そのタオルとかもらっても、まあ、めちゃくちゃ嬉しいけど、なんだろう、こう、支援者側にこうメリットがあんまりないよねっていうので、支援者側に対しても、このトークンっていう、まあ、応援券を渡してあげるっていうのができるものになってます。で、この応援券何がいいのかっていうと、値段がつくんですよ。で、私、ミモトークンっていうのを発行しました。このミモトークン、今3円になってます。で、このトークンっていうのを発行時点で 0.5 円だったんですよ。0.5 円で皆さんに買ってもらって、で、そっから今3円になってる状況です。ってことは、冷静に考えるともう6倍になってるっていうような数字の計算になってるんですよ。で、この時点で最初に買ってた人は 0.5 円で買ってるので、かなり利益が出てるような状況になってますと。これが、まずトークンの素晴らしいこの仕組み。なので、応援してくれる人に対して、こう、還元できる。お金的な還元ができるのが、すごいいいなって思ってます。なんでこれをやろうと思ったかっていうと、トークンっていうのを昔から応援している人に配りたかったんです。これ2年前から構想してました。起業した当初に、このトークンっていうのを知ってたので、このトークンを、今このインスタライブとか、昔インスタライブとかめちゃくちゃやってたんで、インスタライブ、ツイッターとか結構やってたんで、そこで応援してくれてる人にお金的な還元ができればなっていうので、この二つの見てくれてるすごいコアなファンの人がいたんで、それに配れないかなっていうのをずっと思ったんですよ。ただ、現実的に結構法律的にも厳しいっていうのがありまして、配ることが難しかった。ただ、最近、このフィナンシェっていうサービス、まあ昔からちょっと前から知ってたんですけど、これがあるってことに気づいて、で、トークンを皆さんにこう、簡単に配れる、配れるというか、簡単に皆さんが買える状況になったっていうので、これはやるしかないと思ってこのフィナンシェを始めたっていうのが根本の理由です。なので、どちらかというと、もう本当に昔から応援してくれてる人に対して、その何か還元したい、まあ、ウィンウィンになる方法ないのかなっていうので、このフィナンシェを、利用させてもらってるって感じですね。今、その 0.5 円から3円っていう話したんですけど、これもとんでもないことだと思ってます。で、この価値っていうのがこうやって上下こうやってしていくんですけど、まあ、大体のプロジェクト落ちてます。で、理由としては何があるかっていうと、コミュニティがうまく成立していないっていうのが理由の一つだと思ってます。コミュニティって何なのかっていうと、こうやってなんか応援し合える環境、ウィンウィンの環境が成り立ってないからだと思ってます。で、私も、コミュニティとして運営するってめちゃくちゃ難しいなって、ずっと思ってました。昔からこういろんな発信活動していく上で、コミュニティを作るってめっちゃ難しいなっていうのをずっと感じてました。
ただ、コミュニティをうまく成立させるのももちろん、例えば、この、ミモトークン買ってくれた人の中で野球の勝敗予想をしたり、次のなんか事業についてみんなで考えたり、で、ミモトークン持ってる人だけに仕事を依頼できたりっていうのをいろいろ考えてはいたんですけど、まあまあ難しいなって、まあ今すぐは難しいなっていうところだと思ってます。で、このトークンっていうのってまだ皆さんマジで知らない人がほとんどだと思うんですけど、絶対に普及するとは間違いなく思っています。なので、本当これってトークンって何なのかっていうと、株なんですよ。本当に、上場しないと、普通に株、会社の株って買えないんですけど、この株を、この何もない私がみんなに配れるっていう奇跡的なことなんですよ。マジで。はい。なので、この株っていうのを、まあ、株って言っちゃあれですけど、この価値をいろんな人に手にしておいてほしいっていうのがあります。特にこの動画を見てるめちゃくちゃ少数の人。この動画は多分、500回も再生されないでしょう。それはもう、間違いなく、分かっていることで、その500人の中の一人が、買ってくれる。500人中の今応援してる500人っていうのはかなり怖そうやと思います。なので、その500人の、何人かでも買っといてほしいなっていうところが、私の思いです。昔からやりたかったこと。で、他のコミュニティはどんどん値が下がってるっていう話をしたんですけど、私の場合は上げにようと思います。上げる方法も分かってます。なので、間違いなく上がると思ってます。はい。上がる理由として、もう一つ言っちゃうんですけど、私が、事業で成功した後、このミモトークンっていうのを私が買います。っていうことは、これ買う人が増えれば、このミモトークンの価値って上がるんですよ。要するに、私が例えばこのミモトークンを今、100万円バコーンって買うとします。そしたらこのミモトークンの価値って多分100円ぐらいになるでしょうね。っていうような、計算でいます。ただ、その、いきなりこう100円でバコーンって上がって、こう、ぐわーって下がると、やっぱりこう、波としては良くないので、徐々に買い増しを行います。なので、他のプロジェクトみたいに、こう、徐々に下がって、コミュニティとしても死んでいくみたいなのは間違いなくやりたくなくて、多分、かなり昔から想定して考えてたことなので、上げ方もわかってるし、今、絶賛、実験中っていうのもあって、その、どうやったらこう浮き沈みが起きるのかなっていうのを、見てるような現状になってます。で、後々、私のその事業、例えば今、システム開発やってます。で、もう一個、転職支援のサービスやろうとしてます。で、もう一個、まあ、ノンタイトルで、まあ、そこはあんまり私には、若干絡んでる、私に絡んでるすべてのものに対しての、利益っていうのを、ここのミモトークンに還元しようと思ってるので、その学校事業が成功した後、このミモトークンっていうのを買い増しますと。で、買いました後って、今のトークンの価値的に大体5万円買いますと結構バコン上がるぐらいなイメージなんですよ。要するに、私が5万円ぐらい買えば、トークンの価値ってピュッて上がっちゃうようなイメージになってるので、これってかなりとんでもないことだと思ってます。なので、もう断言して買うんで、で、買いますというか、まあ、こっから私がね、大失敗して死んでいく。のであれば、買わなくていいと思います。ただ、間違いなく、今、すべての事業、うまくいっておりますので、マイナスには絶対ならない、と思ってます。はい。まあ、これはね、正直、株と一緒なんで、投資みたいな形になってしまうので、怖い人はもう、自己責任でやってほしいんですけど、この、まあ、円高とか円安とかっていう今すごい問題になってる為替の操作みたいなのを私ができてしまうっていう最強のこのトークンっていうのは本当になんかもうね、誰が考えたのかっていうマジですごいものなので、これ絶対5年後とか10年後絶対に流行るというか流行らないといけないものだと思ってるので、ぜひミモトークン買って応援してください。この応援っていうのが増えれば増えるほど、いろんなチャレンジ、挑戦ができるようになるので、ぜひね、まあ、
まあなんかその、ミホトくん買ったからって私にメリットっていうのが、そこまであるわけではないんですけど、私はこのミホトくん自体の価値をめちゃくちゃ大事にしているので、今こうやって下がってたりすると、不安になるので買いますと思いますっていう状況です。なので、このトークン、まあ皆さん、このトークンっていうのに、全然このなんだろう、免疫がないと思います。何これ怪しいもんじゃねみたいな。まあそれこそ、本当に100円ぐらいから買えるので、100円ぐらいで買ってみてください。100円で300トークン買えます。で、1万トークンぐらい買ってもらうと、ミモリの戦略っていう、まあまあ、このトークンについてどういう戦略でいくのかなっていうのを、見れる部屋っていうとかも用意できます。で、まあ、いろんな部屋用意したいと思ってて、野球部屋とか、企業部屋とか、仕事部屋とか、いろんな部屋分けてコミュニティを作っていきたいと思ってます。なんか、他のプロジェクトだと、大体こう、例えば、井口さんだとコンビニを作ろうとか、アニメの何か作ろうとか、大体こう、プロジェクトがちゃんと明白なんですけど、ミモトーク、あえて明白にしてないです。マジで明白じゃない。で、もう一個イベント系のやつで一個考えてて、もうこのトークン持ってる人に対して、イベントの全席を座れるような形の特典を用意しようと思ってます。もちろんこれ何トークン持ってる人限定とかになってくると思うんですけど、間違いなく12月にもうイベントを企画するっていう予定でいるので、なのでそういうイベント系であったり、まあイベント系が一番多いのかなとは思うんですけど、ただ、システム開発の、いずれね、今、ベトナムの人たちと、私、仕事しているので、ベトナムの人たち、関わってくれる、企業の人たちに対して、このミモトークン買ってほしいと、いう話とかもしていこうと思ってます。で、買ってくれてる人に対して仕事を与える、みたいなのにすると、このミモトークンの価値ってめちゃくちゃ上がると思うんですよ。なので、そういうところで、ミモトークンっていうのをうまく活用しながら、このトークンっていうのを、使っていこうと思ってます。なので、もう応援券なんですけど、かなり、やりたいことが多いので、もし、興味があるのであれば、ぜひ、アプリをまずダウンロードしてもらって、もう多分ね、この YouTube は再生回数がいかないっていうのが目に見えてます。なぜなら、こんなつまらない男が喋って、このつまらない白い背景でやってるから再生が取れないんですよ。間違いなくし、話も面白くないと。なんで、ぜひね、これを見て、最後まで見てくれてる人は、絶対にこのアプリをまずダウンロードして、ミモトークンっていうのを、1円だと買えるのかな、わかんない。100円なら買えるんで、コツコツ買ってください。100円だったら30、トークン、300トークンか。違う。300円ずつ買えば、100トークンずつ毎日買えるんで、100トークンずつ積み上げていけば、多分とんでもない、化けると思ってます。ので、ぜひ、このミモトークンっていうのを買ってもらって、まあ、フィナンシェってね、かなり注目されてるサービスになってきてます。いろんな経営者界隈で、いろんな人たちが、このトークン、フィナンシェっていうのをやり始めてるので、絶対に流行るはず。流行らないわけがない。だって株をみんなに売れるんや。売れるというか、配れるんや。もう、とんでもない。本当にとんでもないと思うので、ぜひ、買ってみてください。はい、試しでいいので、騙されたと思って、はい、この、私に騙されたと思って、買ってみてください。はい。で、私は、ま、何度も言いますけど、このフィナンシェ、2年前からやろうとしたので、かなり、やる気があります。正直。なんか、よく、フィナンシェっていうサービスを、ちょっとだけ知ったから、あ、でもすごい面白そうだな、じゃあやってみよう、とかじゃない、のだけは伝えておきます。で、間違いなくこのコミュニティっていうのも、発展していくだろうなって思っていて、このミモトークン持ってる人たちが集まれるコミュニティっていうのを、たくさん作れるので、それこそいろんな部屋を作って、コミュニティも活性化したいなって思っているので、ぜひね、このコミュニティに入るためのチケットとして、買っていただけると嬉しいです。はい。そんな感じで、今日、フィナンシェ、について話していきました。ね、詐欺師って思われると思います。ほとんどの人がこのトークンって意味わかんないし、まあ、あと、
3、4年はまあ理解されるの時間かかると思うんですけど、間違いなく来ると思うので、ぜひねコツコツ、本当に100円でもいいです。100円でもいいので、100円が、100円でも本当にいいと思うので、ぜひね、ちょっと試しにポチッと購入してみるか、まあフィナンシェのね、アプリ自体はダウンロードできるので、ダウンロードして、別に買わないでもいいです。なのでこのトークンっていうのが何なのかっていうのを、理解する上で、ちょっとアプリだけダウンロードしてみてください。はい、そのぐらいの温度感でいいと思います。はい、っていう形で今日はフィナンシェについてめちゃくちゃ俺が熱く思ってるのを伝えられたか伝えられてないかわからないんですけど、でこれ実は前撮ったんですけどカメラが回ってなくて、ちょっと撮り直してます。はい、なので、まあ、この熱い温度感が皆さんに伝わればいいなと思ってます。はい、本当に一時ね4円ぐらいいったのかな、4円とか5円ぐらいいったんじゃなかったかなっていうぐらい、こう乱高下はしているんですけど、まあ今のその乱高下って、ね、正直たかが知れてないと思っているので、ぜひね、興味ある人は買ってみてくれると嬉しいです。はい、では今日はフィナンシェについて話してきましたが、ぜひね、YouTube の登録、まあなんか、編集者の佐々木がね、あと年内には1万人行きたいねみたいな話をしてたので、1万人行けるように私もあの動画を日々更新していきますので、ぜひねチャンネル登録して、待っていただければと思います。ではまたね、バイバイ。